グラップラーバキ知ってますか？思い入れの時のさ、ね、来た来た来たね、のぞむくん、いいんじゃない、はい、いいかもしれない。ちょっとね、もうアッコ先生がブチ切れるまでやろうかなと思うんですけども、いや俺がブチ切れるその前俺がセーフティーラインはここにあります。この漫画の凄さを、うん、語り尽くせと言われたらもうね365日かかります。ただ負けた負けた、あえてねキュッとねやりますよ、5分ぐらいで、うん、ありがとうございます。男はですね、生まれながらにして誰しもが一度は史上最強を志すんです。先生知ってましたか？先生触られてますよ。生まれた時から、生まれた瞬間に俺は世界で一番強いんだと、一番上の存在なんだと思ってたんですよ。だけれどもある時はね、親父のげんこつに、ある時はガキ大将の腕力に負けて、自分はあ1位じゃないんだと思うんです、うん、そしていろんな道を選んでいくんですよ、うんうん、ただこの漫画はその中で決してその自分が一番だっていうことを諦めなかったバカがこの中にいるんです。やってもらおうこれ。そしてそのあらゆる格闘技を一堂に会してですね、一夜のトーナメントをやるわけです。一番強い男は誰なんじゃいということで、そうバカ決定戦だよね。そうで、この漫画ですごいのが、さっき言ったドラゴンボールとかのインフレをまず初期設定で抑えてるんです。それはこの主人公バキの親父ハンマユー、もう書く必要ないハンマユージロという男が世界最強の生物と呼ばれてるからなんですよ。知ってます？ GPS がずれるわけ。そうですよ、知ってますか？何言ってんの？ここはあの聞いてあげてください、面白い、はいはい、いや、はい、まあまあまあいいや、もうもうエピソードがね、はい、もう満載なんでね、これちょっとはしょるんだけど、はい、一番最初の設定で親父が一番強いんだっていうことを、うん、そこから始まるんで、あとは2位争いをしてるんです、うん、でバキ、主人公のバキは親父を倒したいんです、うん、なぜなら母親を殺したのは親父だからなんです、うんうん、エリプスね、そうエディプスコンプレックスをどう超えるかという、うん、バキの物語なんです、うん、これは第3部までおります。これがハンマーバキなんです。アイコさんも仕事のメールしますよ、うん、大丈夫で大丈夫、バキのこと今調べてっから。ああそういうことか。でバキのこと調べてる。でまあいろんなキャラクターが出てくるんだけど、バキが一番面白くないんです、うん、これはもうバキファンに言ったらバキが一番面白くない戦いをするんです。それはもう普通だ、正統派のね、正統派だし、ね、パクっちゃうし技をとか、うん、天才児だしっていうところで、だけど他のキャラクターが味がありすぎて、実在の人物も含めて、だからそこに夢が乗っかってくるんですよ。猪木とあの貴乃花が戦ったらどっち勝つんだろうとかわかります？これマイク・タイソンと、うん、あのどっかの暴走族の特攻隊長が戦ったりするんですよ。どっち勝つんだろう、そんなマイク・タイソンだと思うじゃないですかなんだこれ、わかりますか、このワクワク感。つまりで、これもう板垣圭介先生のね、いいの、あのいいよ名言、これ全てのエンターテインメントに言える。はい、予想は裏切り期待は裏切らない、これがバキなんです。これで俺もうほぼ30年ぐらい楽しませてもらってます。そうですね、毎週毎週ワクワクドキドキしながらバキと共に成長してきました。全員このキャラクター中出てくるやつらみんな友達です。頑張れ。バキの成長、バキのその何あの、うん、童貞を失う時、うん、バキが親父と戦う時、何度も、そして敗北もきっちり、これ、ね、勝利の漫画かと思いきや、うん、敗北の漫画なんですね、バキっていうの。だから男はハマるんです負けるんですよ、バキも油断して負けたりするんですよ、ブラジルのやつにとか、そのあこいつ最強だと思ったけど、もうなんか全然もうあっさり負けたりとか、あの、うん、武器使われてバーンってやられたりとか、あらゆるもうバーリトゥードもそうだし、もうなんでロストリートもあり、ね、なんでも総合格闘技をしてるの。そうです。ただその一本の軸でもう一個あるのが親父を超えたいっていう話なんです、うん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 、でこれは男なら全員が思うんですよ、うん、まず親父を超えないと少年っていうのは大人になれないんです、うん、儀式なんですよ、イミテーションとしても、うん、だからバキっていうの普遍があるんですそしてそれだけだったら別に他の漫画でもまだいいんです。違うんです、この敗北っていうのが一体何なのかっていう問題が出てくるんです、うん、これ、グラップラーバキの第2部
ドリアンという死刑囚がいました、ね、いました、ね、これもう本当にもう俺もうヤンさん始めてもうマジでこれもう言ったら死んでもいいぐらいです、このエピソードこれだけやらせてください。ドリアン、ドリアンっていうキャラクターがいました。これ死刑囚なんですよ、はい、あのほらウィーの人ほら、うん、ハルク・ホーガンがモデル、あ、そうなんですね、で、あのアメリカのね刑務所から脱獄してきて、うん、で同時にその第2部 あのバキはあの世界中の刑務所の死刑囚が脱獄して同時に5人、うん、であのなぜか日本に向かってくると、うん、もうあのみんな何かに導かれるように、それはバキをと戦うため、うん、そして敗北を知るためなんです。強すぎて負けたことないから敗北を知りたいんですよ。敗北を知りたいって集まってきたその中のもうほぼおじいちゃんみたいなもうムキムキ あのドリアンっていうやつがいて、ドリアンがまあいろんな手を使ってもう騙して負けたふりしたりなんだかんだして、もうとにかくもう卑怯なんだけどずっと勝っちゃうんですよ、なんだかんだ でじゃあ勝ちってなんだって話になる。でその時に最後の最後もう手はもうちぎれそうになりながらパジャマ着てでもうボロボロで、うん、歩いてるんですよ。そこにレッツ海洋っていうね、あの知ってます？知ってます。僕は知ってます。あのカンフーのね、あの知ってます。現れてね。知ってるわけないやん。でね、実はドリアンとレッツっていうのは兄弟子と弟弟子だったんです。でこの2人は同門対決できないんですよ。起きてて。だけどやることになるんです。それなぜかっていうと、まあ、ドリアンがねボロボロの状態でこう言うんですよ、うん、あの私はあの敗北を欲していたんだと。そしたらレスが あなたは敗北を欲してるから負けたことがないっていうこと自体が、勝ち続けてるっていうこと自体が敗北をしてるんだと。だけど勝ち続けてるっていうことは敗北をしてるっていうんだけど、それは負け続けてるってことになると。つまり、これ分かる、待って待って、分かんない分かんない、どういうことごめん、あの漫画読んだ時は分かったけどちょっと今分かんない、だからね、敗北をしたいから私はあなたと戦うんだと、うん、負けたいんだと、だけど勝ってしまうんだと、うん、つまり敗北をしたいのに勝利になってしまうというか、それは敗北なんだけども、敗北なんだけどもその敗北をしたっていうことは自分は敗北をしたいから勝利をしてしまってるってことなの、うんうん、敗北してるやん、うんうん、そう、その理屈はすごい男っぽくて、うん、なるほどね、ここまで奥っぽいね、ここまでの矛盾をある格闘漫画が、うん、つまり筋肉の中そのぶつかり合いからもうその勝利と何かは何かまでいった、うん、その次に見えてきたのが敗北を知りたい男が行き着いた勝利とは何か、うん、そして敗北とは何かっていうところまで行くんですよ、うん、そこでドリアンがもうハハハハハハと夜空にね向かって笑って、奥の劇場、うん、喜劇だと、うん、これ以上の喜劇があるかねと、うん、敗北を欲して以来、うん、あの勝利を飽食し尽くしてきた私が、うん、実は一度も勝ったことがないっつって言うんですよ、ね、オペラ好きやな、そう、うん、でそれでうわーってなって、でもう散々笑った挙句にスッとスッと自分に帰って、烈よ君に勝ちたいなって言うんですよ。あ、そしたら烈がね、うん、兄弟子なんですよ、バンと毅然とこう、それは叶いませんって言うんです、うん、でドリアンが笑って、うん、全部分かってるんです、何も言わなくても、今来てるよ結構、そう来てるでしょ、来てる、響いてる、でそれでこうやってね、たった今生まれたばかりのささやかな夢この剣が立つ、バーンってやって弁髪がふわってなって、でそしたらニコってして、うん、買うよーってブワーって言って、そこから列がジューっていくんですよ。で当たるか当たらないかと失礼しますね、当たるか当たらないかさすがにできないレッツの拳がドリアンのこの陣中っていう急所にめり込むんですよ、うん、そっからぶち抜き1ページ2ページ3ページ4ページ使って徐々にめり込んでいくカットがドーンって出て、気づいていたよレッツ海洋、私こそが敗北者だったのだ、勝利に彩られていたはずのこの人生がその実暗黒に満ち、わかります、文学が哲学が男と男の戦いが、あのバキというこのもう
もう一番格闘男の格闘漫画の風呂敷全部広げた中の一番深いところをこのドリアンとレツっていう主人公じゃない2人が体現したんですよ。そしてドリアンどうなったか、救急車で運ばれてバッと起きて東京タワーキラキラしてるんですよ。あーってキャンディーって言うんですよ、うん、キャンディー食べたいっつってま、ママがね買ってくれないのって幼児対抗してる。そうなんです。ショックのあまりそう敗北とは何か勝利とは何かの矛盾に自分が気づいてしまった時に、うんうんうん、彼の脳はもう80ぐらいのおじいちゃんですよ、おそらく、うん、あの進駐軍で来てたから、うん、もうあのよあの、うん、幼児対抗というか自我の崩壊を選択したっつって、うん、で、うん、列が、うん、好きなだけ買ってやるさって言うんですよ。もうこんなのね、これバキ好きなやつね全然言わないの。この俺だけがねずっとドリアンとレツが一番すごいんですよ。こんなことはマジで他の格闘漫画には絶対に起こらないんです。バキのその2、いや私ね読んだことないのに今ねめっちゃ感動した。いやこれマジで分かった今の話で、すごいすごいなって思った。本当に感動した。入ってきた、うん、以上です。ありがとうございました。